皆さんこんにちは。アントラーズ 100% 応援副音声番組シカライブ、MC を務めます永田浩二です。よろしくお願いします。まずは初めて視聴される方に向けてこのシカライブについて簡単にご紹介させていただきます。この後お伝えしていく試合については今ご覧いただいているプレイヤー上ではご覧いただくことができません。我々もそうなのですが手元の別のデバイス、PC やタブレットなどでダゾーンを見ながら進めていく形になります。また改めてご案内があります。本日もこのシカライブを配信しているプレイヤーではギフティングをお楽しみいただけます。シカライブ楽しい、あるいはチームを応援したいと思っていただけた方はぜひサポートをお願いします。ギフティング方法ですが、スマホのブラウザでご覧の方は鹿島をサポートというボタンから、PC やアプリの方は試合情報の下の方へスクロールいただき、サポートページのリンクをクリックください。ぜひ皆さんからの熱いサポートをお願いします。なおご支援いただく際にはコメントもお送りいただけます。チームへの熱いメッセージ、我々出演者へのメッセージなどでも結構です。なるべく多くのコメントを紹介していければと思っておりますので、ぜひ皆さんからたくさんのメッセージをお願いします。皆さんからのサポートによる収益はチームの強化や今後のオンライン企画の実施費用などに充てさせていただきます。最後に本日のイベントでは2つのプレゼントキャンペーンを実施します。プレイヤーのプレゼントキャンペーンです。本日よりギフティングしてくれた方全員に町田選手のサイン&メッセージデジタルフォトをプレゼントいたします。昨年大好評だったデジタルフォトです。今映ってるやつですね、街が。これをプレゼント。もう一つ、どこでもシカビックプレゼントキャンペーン、これプレイヤーとは関係ないんですが来場者プレゼント企画シカビックのリモート特別バージョンとしまして、今シーズンもどこでもシカビックを全試合で実施しています。今節も専用フォームから応募していただいた方の中から抽選で豪華プレゼントをご用意しております。今回はなんとザ・プレミアム・モルツ賞が初登場です。今も映ってますね、いいなこれ。クラブオフィシャルパートナーであるサントリー様のザ・プレミアム・モルツ1ケースと30周年記念タンブラー1個のセットを3名様にプレゼントいたします。すごいな、1ケースとタンブラー。こちらの30周年記念タンブラーはあさって5月24日から茨城県内の太陽一部店舗で開催されるサントリー×太陽共同キャンペーンでも提供されますのでぜひ、チェックしてください。さらに今回はフレンドリーダウンの蚊取り賞もあります。手羽先餃子20本セット&自家製レバーのパテを5名様に、香取市の特産品詰め合わせを5名様にプレゼントいたします。そしてどこでもシカビック初応募の方にはダブルチャンスとして抽選で5名様に金ジェオリジナル T シャツをプレゼント。ぜひこの機会に応募してみてください。応募はプレイヤーのチャット欄にある申し込みフォームもしくはフリークスプラスにアクセスしてください。リモートチェックインプレゼントキャンペーン、これも、プレイヤーと関係ないんですが J リーグ公式アプリクラブ J リーグのリモートチェックイン機能を使ったプレゼントキャンペーンを実施いたします。ダゾーンの試合配信中ハーフタイムと試合後に QR コードが表示されますので J リーグ公式アプリで読み取ってリモートチェックインを完了してください。その際はもちろん鹿島を応援するボタンを押してください。リモートチェックイン完了でプレゼントキャンペーンの応募も完了となります。抽選で1名様に土井選手サイン入りナイキレプリカユニフォームファーストですねをプレゼントいたします。応募期間はあさって5月24日月曜日23時59分までです。皆さんぜひシカライブだけではなくこうしたさまざまなキャンペーンを楽しみながら試合観戦を楽しんでいただければと思います。ということでね、さっきザ・プレミアム・モルツ賞ってありましたけども、これです。実物見えるかな、アントラーズのロゴ入りでプレミアムモルツってね、このタンブラーもね当たりますので、最近、家飲みとかもね、こういう状況下ですから増えてると思いますのでぜひね、これを当てて、で、試合見た後とかね、勝った時に
このプレミアムモルツと、タンブラー使って祝杯をあげるとかっていうのは最高ですよね。ということで、今日の、ゲストを紹介したいと思います。初登場、小澤さんです。よろしくお願いします。小澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。元気ですか？はい、おかげさまで。最近はどうなんですか？何やってるんですか、小澤さんは。最近は何やってるだろう、いろんなことやってて、最近というかずっと、プロの世界離れてから本当にいろんなことをやらせてもらったりしてて、一番中心としてはゴールキーパーアカデミーの運営を一つ、運営というか育成というか指導の、を行っているのと、あとはそれ以外ではもともと講演活動とか、交流活動っていうのは結構幅広くやってて、その活動の方は垣根を越えた活動ということで、当然サッカーの分野もあればスポーツ全体、あとは教育とか、コミュニティ作りっていうものも含めて、コアの方をやらせてもらったりして、いろいろやってるんですね、本当に。あとは南米関係のお仕事もちょっとやらせてもらってます、ね。その辺は後々ね、また詳しくしたいと思いますけども、小澤さんにだから会うのが2、3年ぶりぐらい。2、3年ぶりだね。そうだよね。三尾の関係で大船渡にね。サッカー教室に呼んでいただいて、そうあそこで久しぶりに浩二と三尾と、あと平瀬と一緒に教室やらせてもらって、あとその1年前ぐらいに鹿島であった行方の日。あ、そうですね。あの時のあの講演の時に、そう、小澤さん講演してましたもんね。そう、秀樹さんと浩二と、で、一応行方大使も務めさせてもらってるので、その関係で話をちょっと時間もらったんだけど。確かにそうでしたね。じゃあ今日の商品は香取師匠じゃなくて行方師匠じゃなくちゃいけなかったんですね。いやこの辺は全部一緒だからね。はい。もう関東平野は全て含めてってことですね。そうで、小澤さん鹿島のはどうですか？試合見たりはしてます？鹿島は、試合全体を通してっていうのはなかなか見る機会ないんだけど、ダイジェストとか、あとはサッカーのいろんな人たちと話するときも当然鹿島の話は出てくるし、そういうところで、いろんな形で見させてもらっている。元アントラーズの選手とかで今交流こうしてる人とかっています？交流は結構、そうだね、選手、トレーナー、あとはフロント関係の人も含めて、そこまでこう密に月に1回会ってますとか、そういうのはないけど、年間の中でいろんな人たちにこう会って、いろいろ話を聞かせてもらったりっていうのもさせてもらったりしてるかな。そうなんですね。だから、そう、小澤さんだから一番ね、この間、オフナと一緒に行った時なんか一番印象強かったのは、そのちょっと戻っちゃうんですけど、キーパーのやつやってるじゃないですか。はい。でもキーパーのやつやってるんだけど、結構なんか動き作りみたいなのを取り入れてるみたいな話だったんで、なんかそこはすごい興味があったんですよね。はい。なんかサッカーに特化するっていうよりもなんか違うこともやってるんですよね。そう、アカデミーも一応ゴールキーパーアカデミーっていう形で、指導のはさせてもらってるんだけど、やっぱり、近年のねサッカーのスタイル、ゴールキーパーも要求されるものはものすごくいろんなことが要求されるようになってるから、ただシュートを受けるとかただボール蹴れるだけではなかなか難しいもんね。そうですね。そういうところでは当然コーチングだったり判断力だったり、あとはやっぱりその年代に必要な目的意識とかも含めてちょっと変わった形でアプローチをさせてもらって、っていうのをやってるかな。今、ダゾーン見れてます？見えてる、今、相馬さんが
試合前のインタビュー。どうですか、相馬さんが監督っていうのは。相馬さんはでもね、鹿島が初めてじゃないもんね。町田とか川崎でもやってる。町田でも川崎でもやったのかな。そうそう、だから最初はやっぱり違和感あったけど、ね、やっぱりグラウンドに立って指揮取ってる姿は、あの選手の時からかっこよさあったけど、さらになんか深みが出てるなとも思うし。かっこよさありました。かっこよいよね、相馬さんはね、またね本当ですか。あの姿でこうギター持ったりすると、もう相馬さんらしいなと思うねその辺もねちょっと含めて、だから相馬さんのこともそうだし、だから熊ちゃんもベンチいるじゃないですか。いるいるね、もうね、熊谷コーチで陽平さんもいるし。陽平さんもそうだよね。この辺はどちらかというと僕っていうよりも小沢さんの方が世代だと思うので。もう、うん、俺の前後だもんね。じゃあ上下か、上下、うん、その辺の話はこういろいろとこう聞いていきたいなっていうね。本当だよね、その辺も含めていろいろとできる範囲で話ができれば。うん、まあ、ちょっと曽我の話はまあ もうお腹いっぱいなんで。いやもうね、浩二三男曽我とね、元と。そう、でも僕ら98年入団じゃないですか。そうだよね。で小沢さんだから98は多分僕ら入った時ってちょうどリハビリされてて。そうそう、俺97年の4月にアントラーズを退団してるから。そうですよね。そうで、ちょうど浩二たちが入ってくる年の、宮崎キャンプ、うん、あのシーガイアでやった、はい、あの時に浩二と初めて話したりとか、元とかもそうだけど、うん、うん、あの時のイメージもすごく強くて、俺の中では。あ、そうですか。そう、生意気なのが入ってきたなって感じでした。いやいや、もう個性的なね、みんなそれぞれやっぱ僕ら個性的なんですかね。個性的な部分と、あとはなんかこうオープンな感じだったよね。ああ、うん、まあ、俺の年代なんかもそうだけど、うん、すごくこう先輩後輩っていうか、どうしても言葉が詰まっちゃったりとか、ぎこちなくなっちゃう部分が、コーチとか、そうだね、あの元とか三尾曽我とか、あと山口とか中村とかね、激しいですね、うん、そうやね、後ろね、うん、ちょうどそのメンバーが入ってくる頃のイメージとしては、すごくこういろんな人と会話ができるプレイヤーたちだなって、ちょっと俺的にはなんか新しい世代っていうか。あ、うんうん、僕らの一個上っていなくて、その上がだから柳さんとか。柳さん静かでした、やっぱり。ん、柳さんとかじゃないですか、僕らの上って。そうだね、うん、でも柳さんとか結構静かじゃないですか。柳とか、そうだね、あの平瀬とか、うん、池内、はいはい、最初はやっぱりおとなしくて、うんうん、でもどん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 やっぱりサッカー通じてとか、あと寮生活の中でもね、なんかだんだんキャラがね、開花してて最初はみんな猫かぶってますけど、徐々にねまあね、うん、そこはありましたかね。そうだから僕98位に入団して、で小沢さんすぐもう移籍というか、うん、マリノス行ったんでしたっけ。俺はそう、一回離れてリハビリをやってる時に、ちょうどコーチたちと鹿島で一緒にこう、まあ、トレーニングまで行かなくともいろいろと話したりとかしてて、うん、ちょうど98年の10月にマリノスの方にこうテスト入団という形で、そうですよね、復帰することになって、うんうん、そこからね、あのいろんなチームに渡り、そこからマリノス、セレッソもいました。セレッソもいましたよね。セレッソレンタルで行ってて、でマリノスに戻って FC 東京、うん、で FC 東京から鹿島に2004年の年に復帰したって感じですね。そうですよね。だからで2004年復帰されて、僕2005年に移籍してるんで。そう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 。結構小沢さんだからすれ違いが多いんですよ。確かに。そう。で小沢さん引退されたのが2000。2012年で12、プロの世界離れて。そうですよね。うん、うん、だから最後の 4,5 年かなは一緒にやったかなって感じなんですけど。うん、そうだね。うん、コーが帰ってスイスから帰ってきて、アントラーズで2年ぐらいかね、一緒に、うんうん、やったりしてて。
そうですね。だからそうそう。だから最後の4年、5年後ぐらいはすごいイメージ強いんですけど、それまでは本当に行き違いだなと思いながら。そうだよね。って感じでしたかね。まあ、今メンバー出てますけど、まあ、最近このメンバーでちょっともう、が多いんですかね。ゼロトップっていう形ですけど、まあ、土井と荒木並べて。はいはいはい。うん、で、このメンバーでやることが多いんですけども、だから、まあ、ダイジェストとかでね見てるって言ってましたけど、やっぱこの間の5得点とかすごくなかったですか、うん、すごいね。最初ね、あの失点、ダイジェストの方がね先制点取って、そこから、まあ、あの前半で 1-1 に追いついて、まあ、キーパーのねあのミスっていうのもあったけど、そこに対してのセカンドボールをしっかりと反応して決め切ったとこも大きいし、うん、その後はしっかりと崩してるもんね。ね、だ後半頭のこうパンパンパンって点取ったのが良かったですよね、うん、そうそうそう、うん、まあ、やっぱ小澤さんといえばやっぱりゴールキーパーで、やっぱり今うちの売り出し中のオキっていうのがいるんですけども、はいはい、オキはどう見てます？はい、まず第一印象は安定してる。うん、あの年齢で、あれだけこう安定したプレー、あの掴む弾くとか、うん、そういうところの判断っていうのもすごく、正確にできてるし、うん、で細かいミスが起きたとしてもそのミスを引きずらずにやっぱ90分通してやり続けることができてるっていうのは、うん、まあ、日頃のトレーニングの積み重ねもあるだろうし、本人の中でのその精神的なやっぱりこう切り替える速さとか、はい、うん、あとは周りとうまく関係性を作っていくっていうところも、まあ、そういうのもこう磨いて磨いて今に来てるのかなっていうのは、うん、あとはね周りの環境も大きいよね。まあそうですよね。だからソガとかスンテとかと一緒にやれるっていうのはでかいですよね、うん、もうそれはやっぱり見て学んで聞いて学んで触れて学んでで、うん、うん、怒られて学んでも入るんですかね、ソガだったら。そう脅されて。ああ、言った。いやとかもね、ありながら、うん、っていうところで、今、キックオフになりましたけども、まあ、トスもいいんでね、やっぱ試合の入りとか、そうだね、っていうのはしっかり入りたいですね。まあ、今日、常本が出場停止なので、うん、右サイドバックは広瀬が入ってますし、うんうん、まあ、広瀬も遜色なくやれるはずなのでね、うん、まあ、しっかりとゲームに入ってほしいなと思ってます。で今日、これプレイヤーの中でギフティングっていうのもあるんですよ。はいはい、それをちょっと紹介させていただきます。はい、まずひよりんさんから1039円いただきました。ありがとうございます。まだまだ連戦気を抜かず頑張れ総力戦だ、中田さんも小沢さんも頑張ってくださいといただいてます。またギフティングアンスヌさん、やっと鹿ライブ待ってました。今日も、なんだろう、クリーンシート泥臭くても複数得点で全試合全鹿島で、勝利を勝ち取るオール鹿島かな、取りましょうと来てます。プリンチョコさん2000円いただきました。ありがとうございます。昨年のスタジアムツアーで小沢さんにはお世話になりました。時々マテ茶を飲んでいます。今日の叱らえばゴールキーパー目線の解説と永田シアロートの鹿島トークを楽しみにしていますと。ギフティング福井しかさん、小沢さん懐かしいですね、今度スタジアムでマテ茶ご馳走してください。ギフティング七志しかさん、ゲストが小沢さんと聞いてとても楽しみですと。これもギフティングですね。ウクウクさん、小沢さんの参加楽しみにしていたのでとても嬉しいです。アントラーズ勝利のためにダゾーンから応援しております、頑張れアントラーズ。カナさん、どこにいてもサポートし続けます、昨日小路さんがハードル上げた小沢さんのお話楽しみにしています。あ、そう、これね昨日僕ラジオでね、うん、小沢さんとのネタって言ってね、いろいろあんま考えてなかったんですけど言っちゃったんで、もういろいろと聞こうかなと思ってます。旅子さんから、小沢さんのお話楽しみです、今日も勝利を。ツイッターでテンさん、5月1日シカライブの奈良さんサイン入りトレーニングユニが届いた、めっちゃ嬉しい、よし今日もギフティングしちゃうぞ、小沢さんゲストだ。
とちょっと待ってください、飛んだぞ。小沢さんゲストだし、何より今日ギフティングするとマチ君のデジタルフォト買えるし、あ、もらえるしねと。でプレイヤーコメント、海の入りさん、小沢さんがフィールドプレイヤーのユニ着てるのが不思議だ。あ、そう、小沢さん今日ユニフォーム着てくださってるんですよね。そうですよ、もう、ね、鹿島の勝利を信じてね。はい、色は番号は入れてるんですか。番号、番号、うん、01、小沢、すごい。10番じゃないですよね。10番じゃない、10番じゃない。エースストライカーじゃない。憧れてたとかではないですよね。びっくりした、なんか。大丈夫ですね。はい。あとは、そうですね。アンスヌさん、今日のどこでもしかビッグ、どれに応募しようか、ものすごい悩んだ。当たらないと思うけど、笑いときています。まあ、先ほどツイッター投稿いただいた奈良さんのこれ当たったって方ですね。奈良さんにもお礼が言いたいので、ぜひまたゲストに呼んでください。小沢さんは地元でサッカースクールを開催しているのを知って陰ながら応援しています。鹿島で活躍するゴールキーパーを育ててくださいと。りょうさん3000円いただきました。今日も勝ってほしいです。松村選手のスピードに期待とありますね。ヤマーンさんが2888円、ショーマハットトリックおめでとう、今日も頼むぞ、勝つぞ。ナンバーワンシカさん、今日も頑張ってください。恵子さん、小沢さんお久しぶりです、相馬さん、熊さん話楽しみにしてますと。もう結構メッセージいただいてますね、小沢さん。すごいね。いや、なんか小沢さん楽しみにしてますっていうね、声も結構あるし、小沢さんだから今、うん、アントラーズのそのレジェンズクラブっていう形でね、あの、はい、活動も、いただいてて、で、まあ、そういう中で去年のクラウドファンディングとか の、 あの返礼ですよね、うん、で結構ね参加してもらって。そうだね、うんうん、あ、だからそこで結構本田さんとか奈良さんとかと会ったりはしてるんですよね。ちょうどそのタイミングの時は黒さん、黒崎さん、黒さんだったんですね。とあと長谷さん、ツインタワーと小沢さん、うん、そう、ツインタワーとなんか変なコンビですね、これでの。ちょっとこうオールディーな感じでね。その3人で会話あるんですか。なんかし、もうめちゃくちゃあったよ、それは。本当ですか。盛り上がった、盛り上がった。あのツインタワーなんかそんな話してるイメージないんで。記念撮影でいろんなポーズ撮ったしね。あ、本当ですか。サポーターの方とね。どんなポーズ撮ったんですか。最初はね、ガッツポーズからピースから、はいはい、あと親指立てたグーとかから、だんだんあのサポーターの人たちもリクエストが出てきて、はい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 、うん、なんかちょっとウルトラマンポーズみたいな感じのもやったりとかね。そうなんですね。もうクロスさんと長谷さんのそのポーズはね、なかなか出ないからね。貴重ですね。貴重、貴重、それも本当に、うん、だからもう長谷さんなんか嫌だよとか言いそうじゃないですか。無理だよとかボソボソ言うじゃないですか。ボソボソね、長谷さんは。そんなこともなく笑顔でやってました、ハスさんは。笑顔でやった。当日はちょっとね、ハスさんもね、膝を痛めてて、うん、松葉杖つきながらも。あ、そうなんですね。そう、もう笑顔でね対応してて。ハセさんの笑顔はある意味怖いですからね。小沢さんの笑顔はいつもなんですけど。ね、本当、ハセ、うん、さん貴重だよね。貴重ですね。じゃあ、うん、レジェンズクラブで関わったっていうのはそこを2人ぐらいですか。あと去年の夏に、あの神栖市の方でサッカー教室があって。あ、はい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 。そこで本田さんと奈良さんとあと大輝、はい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 、が来て4人で出させてもらって。またそこの組み合わせもすごいですね。そこの組み合わせもね、個性的な、意外と個性的な、そう、こういかつい感じのね。雰囲気。でもやっぱ、やっぱそういう時は大輝はおとなしいんですか。醸し出してたよね。そうか、うん、でもあれ だ、 あれだよね、選手の時とまた違って、うん、向こうの人も選手の時のイメージがあるから、最初はこう構えた感じだけど、はい、みんな話し出すとね、それぞれのこう個性もあるし、うん、人柄もあるから、最後はもう笑顔で、はい、終わったしね、うん、だって本田さんなんか怖かっただけですもんね、僕ら現役の時なんてね。そうだよね。あ、そうだよって言いました。本田さん、
本田さんの何だっけ、説教みたいな、説教部屋みたいなのあったよね。フリックスでしょ、フリックスの中に。フリックスの説教ですよね。そう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 。そうそうそう。うん、おー、ナイス、危ない。ちょっと今7分ぐらいかな、経ってますけど、うん、ちょっとあれですかね、トスの方が入りはいいのかな。うん、まあでも、ね、よく触りましたね。うん、ポジションいいよね。ポジションいいですか、やっぱ沖は。うん。うん。うん、あの微調整が、こう、ほんのちょっとの微調整をするだけでね、ボールの見え方変わるし、うん。うん、あとはステップの踏み方とかも、やっぱり大股でいくとこと小股っていうのを使い分けて。うん。うん、やっぱいいですね、キーパーのこう、方の解説が入ると、僕らって分かんないから。なんだよ今の取れんじゃんとかって思っちゃうんですけど、あるよねそれはね。よくソガにはキャッチだろって言ってたんですけど、まあでもそういう難しさがね、多分サポーターの皆さんも多分ね、そうやって思ってるところ、やっぱそういう難しさとか、こういうことやってたから、あ今触れたんだっていうのが分かってもらえるといいですよね。まあね、うん、やっぱキーパーって難しいじゃないですか。キーパーはちょっとやっぱり経験者じゃないと分からない部分と、うんうん、あとはやっぱり入り込みすぎちゃうと、なんかただシュートを止めるだけのプレイヤーになっちゃうから、うんうん、やっぱり近づ離れずのね、ポジショニングと意識ってプレイヤーのキーパーって大事だよね。うん、ですかね。まあ今日はだからもうそこの目線のねお話もたくさん聞きながら、うんうん、まあ、ちょっと話また戻りますけど、じゃあもう上椅子の時は本田さんもう優しかったですか？本田さんはもう穏やかに、穏やかに、なんかそのサッカー教室は攻撃のポジションのプレイヤーと、うん、ちょっと中盤のプレイヤーと、あとディフェンダーのプレイヤーとキーパーっていう感じにこうセクションが分かれてて、で攻撃の方に本田さんで、中盤のところで奈良さんで、守備のところで大輝で、キーパーで俺でっていう感じで回してたから、うん、実際どういうことやったかっていうの、俺の方は見ることできなかったんだけど、うんうん、でもだんだんこうフォワードとか中盤とか、守備ディフェンダーのトレーニングした子たちがまたキーパーのところに回ってくるんだけど、はい、まあ、体験みたいな感じで、はい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 、うん、みんないい感じに疲れ切ってきてたよね、キーパーとかね。肉体的な疲労なのか精神的な疲労なのか、それ精神的な方が大きかったんじゃないですか。いや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 、そんなことないですか。最後はね、いい状態で帰ってたらね、子供たちもいい経験したって。あ、本当ですか。あとはだからこのね、シカライブとかここ最近のアントラーズね、こう関わり方で言うと、奈良さんがね、うん、もう被り物したりいろんなことしてるんですよ。あ、でも現役の時ってそんな人じゃなかったじゃないですか。奈良さん年に数回だよね、うん、何かこうイベントごとというか、うん、うん、それ以外はどちらかというと本当に本田さんとかと同じような緊張感を持ったですよね、うん、女だからその方は強いよね、イメージはっちゃけてるっていうか、なんかそのイメージ多分ないんですよね、僕らはね。今はもう面白いおじさんなんですけど、うん、今はすごいね、えただの面白いおじさんなんですよね。この1個前がちょうど奈良さんだったんですけど、うん、あの筋肉マンで出てきたりとか。そっかそっか、俺用意してないな今日筋肉マン。いや大丈夫です、あの用意してるの奈良さんだけなんで。いやこれで小沢さんが用意してたら面白いですけど。いやいや。そっかそっか、ちょっと予習が足んなかった。いや、やめてくださいよ、ハーフタイムでなんかちょっと準備するとか。恒例の企画になってきそうだね、なんかね。そう、やめときましょう。まあ、今これで10分11分ですけど、コーナーですね。うん、お互いチャンスが増えてきたね、少し。うん、まあ、あの相馬さんになってからやっぱりセットプレーで点取れることが多くなってきたので、うんうん、ここはすごくいいですよね、うん、昔のアントラーズというかね、うん、惜しい。
まあ、ちょっとバタバタして試合は入りましたけど、うん、落ち着きましたかね、10分、うん、12分ぐらいでね、うん、そうやね、トスも結構入りがいいっていうのはね、うん、このシーズンは多いみたいだもんね、うん、トスの結構アグレッシブにね、まあ、若い選手多いですし、うん、まあ、後ろの方はね、あのソッコとかエドアルドとかね、経験ある選手 で、うん、で前の方はもう若い選手でガンガンいってますので、そうやね、うん、あと横のこうボール回し方っていうか、そういうのは今年は印象的だなっていうか、うん、そのはね、時間を使うというか時間を貯める、そうですね、あの蹴るっていうよりもしっかりとこうポジションしながらやってきますね、ギアチェンジしてくるような、うん、うん、そう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 、お、入った、おお、なんか本人が驚いてる、本人が驚いてましたよ松村が驚いてなかったですか今、うん、ちょっと本人驚いてたよ ね、ただ、うん、このクイックリスタートが良かったですね、まず面談に当たってるからちょっと ね、うん、コースが揃ってるんね、まあ、ショーマのスルーパスもそうですけども、ちょっと外に逃げながらでしたけどね、キーパーに、あー、ディフェンダーに当たってちょうどいい感じで入りましたかね、うん、最後ポストかすめてたし、うん、いやーこれでかいんじゃないですか、でもちょっと逆サイドかけてた感じだね、キーパーもねあ、そんな感じでした、うん、それで遅れたね、左側に、なるほど、うん、あ、体重がか、あ、本当に微妙なところだけどね、やっぱだから僕にはそういう目線がないんですよ、うん、いやすごいな、やっぱそういう目線いいです ね、あのボールスピードにやっぱりこう触れずにダイレクトでゴール入っちゃう、まあ、ディフェンダーに当たってるからタイミングずれてるんだけど、うんうん、結構体伸ばしても追いつかないっていうのはちょっと重心がどっちかに傾いてたっていうのは、なるほどね、だからまあそうですね、だまあ、ああいう時って大体ファー狙いですもんね、へえ、すごいな、なるほどなるほど、まあ、ギフティング、ね、早い時間に1点決めたっていうのは、うん、大きいですよね、これは ね、うん、ギフティングいただいて、まあ、トモキーニョスさんから、3000円いただいてます、ありがとうございます、昔からの鹿島サポーターなので小沢さん久しぶりにお顔が見れて嬉しいです、実はずっと小沢さんにお伝えしたかったのですが、2007年の本田さん引退試合の時にコンコースで小沢さんが山積みのプチトマトを配布されていて、なぜか私の時にプラスチップカップなく 2,3 個のプチトマト手渡しになってしまったのですが、その代わり小沢さんの素敵な笑顔をいただいたので何も言えませんでしたと素敵だなんて、ダンディー小沢が、いやいやもうありがたい限りです、いや本当、とどろきの鹿さんから、ご支援いただきましてありがとうございます、5連勝しましょうとの5をねかけて くださったんですかね、ありがとうございます、あとのんさん、鹿島が勝ちますように小沢さんパワー注入よろしくお願いいたしますと、スカシカコさん3131円、そろそろ疲労も気になってきますが今日も勝つしかない、小沢さん成長著しい沖選手ですが五輪代表に選ばれるためには何が必要でしょう、教えてください、コットンさん、今日も勝ち点3持ち帰りましょう、私は奈良さんサイン来なかった、涙ときてます、香里ソニックさん2739円、ありがとうございます、これは松村の27かな、小沢さん楽しみに待っていました、今日も勝ち進めましょうと、ありがとうございます、小沢さん、沖がオリンピックに残るためには何が必要ですかって今来てましたけど、はい、うーん、そう、まああんまり言える立場じゃないけどね俺がいやでも今だからまあ最終のある程度の大枠のところには入っていて、うん、だよね、で、まあ、この間ねオリンピックメンバー発表されましたけど、まあ大迫がいて、はいはい、で谷かな、はい、あの湘南のゴールキーパーがいて、うん、でザイオン、
浦和のキーパー、うん、鈴木、そう、ザイオン、ザイオン4人、うん、4人入ってます。4人のうちの2人ですから、まあ狭き門ですけどもね、うん、はい、まあでもやっぱりそこは入ってほしいですよね。そうだよね、まあ、入るだけの力は、うん、小沢さんの時ってアトランタ、アトランタのオリンピックだよね。アトランタの時のキーパーってだからは、最終的にはあの川口義勝、義勝と、あと今代表のキーパーコーチやってる下田、下さんだ、うん、そうか、小沢さんもだからそこでした、その3人のうちのって感じでしたもんね。そうだね、いやー、そうだ、そこと、あとは、元日本代表の土井、あー土井さん、うん、そうか、うん、いや、そうそうたるメンバーでしたね。そうだね、その後のね、それぞれの活躍見たらやっぱり日本代表になってるし、うん、今だったらね、もうですね、うん、それぞれコーチっていう立場でもみんな頑張ってやってるから。3人とも代表コーチ関わってんのか、吉勝さんも下さんも、うん、土井ちゃんも一時期やってましたしね。そうだね、うん、うん、そっか、アトランタの時か、うん、すごいな、もうアトランタイコールもう吉勝さんしかないですよね。ね、あのマイアミの奇跡でしょ、ね、そう、ブラジル代表に、うん、ですよね、あって、うん、うーん、危ない、大丈夫か、うん、大丈夫ですね、うん、あとは、ね、タモミヤはすごく今強くなったよね。そうですね、だからそこを負けなくなりましたよね、うんうん、なんか1回で終わらないで2回3回って粘り強い守備ができたり、1人だけじゃなくて2人3人って行くときは厚みが、うんうん、出たりしてるから。相馬さんなんかよくね、その、まあ、球際のところとか走るところとかっていうのは、うん、もうベースでもう最低限なくちゃいけないことっていうのはよく言ってますけど、うんうん、まあ、やっぱだからもともとその昔というか、まあ、鹿島ってやっぱそういうチームだったじゃないですか。そうだね、そこだけは負けないという、うん、そこの特徴はね、なんか相馬さんがまた、そうそう、そういうものをまたこうあのチームに対して入れてくれたなっていうのはすごく感じますよね。うん、うん、練習を見ててもそういう練習がちょっとまた増えたなとかっていうのもあったりするの、日曜の。いやでも今もう連戦なんですよ、もうずっと中2日3日でやってるんで、ね、どちらかというと回復が多いんですけど、うん、まあでもやっぱりちょっとそういう守備のところとかのポジショニングだったりっていうのはやってますかね。うん、細かいじゃないですか。そうだね、いろいろと、うん、話長いし、もうそこは相馬さんの特徴だよね、最大のですよね、うん、すごくだから、まあ、いろいろとこう考えられてるし、でそこをね、うん、ちゃんとこうチームに落とし込んでるし、うん、まあ細かいですよね。すごいね、細かいといえばもう相馬さんはあの現役の頃鹿島スタジアムホームの鹿島スタジアムだったとしても、はい、毎試合前のスパイクのチェックというか今日の芝生のコンディションには固定と取り返し機と、はい、そのそれを毎回確認して、足で履いて確認して、手を入れて確認して、へ、あの姿はもう恒例というかね、もう毎回毎回の試合前相馬さん必ずやってた、うんうん、確認作業だよね。ね、夏場なんか汗かきだからもうくちゃ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 言いながら走ってましたもんね。その辺は最初はいいね、そんなやる必要あんのかっていうぐらいなんかこうそれやってても結局スパイ変えないといけないじゃないですか、前後半で。まあ、そこも含めて相馬さんの戦略がそこまで多分読んでると思うんだよね。あ、そこまで、そこも含めて計算されてるから。あ、なるほどね。だから今ベンチに相馬さん、熊さんっているじゃないですか。うん、熊さんも細かいじゃないですか。そうだね、
もうなんかもう熊さんもこうなんだろうな、あの服を脱いで畳み方とかとかも含めてこうちゃんとこう角がこうちゃんとなってないといけないとかあるね。それはだから細かい2人が今いるんでね、うんその辺はで大雑把な洋平さんがいるじゃないですか、うん、うまくその辺バランスが取れてるんじゃないの。バランス取れてるんですかね、うんうん、間違いない、うん、洋平さんは雑ですもんね。あ、聞こえてました。洋平さん今ちょっと切れちゃった、うん、洋平さん結構雑じゃないですか。洋平さんはそうだね、あのいい加減な感じだよね良い加減で、良い加減の方。え、小沢さんと洋平さんっていくつ違いですか。学年で一つ違い。一つなんだ。一つ。へえ、うん。じゃあもう結構近いんですね。近いからね。うん、そう結構ね、最初の頃はあのトップとサテライトってチームが分かれてて、はい、でトップの方に古川さんとか千葉さんっていうキーパーが2人がいてて、洋、うん、平さんと俺がサテライトの方で。はい、うん、プレーしてたっていう時期があったから、うん、それこそ寮も一緒だったからね。そっか。あの寮の部屋、あ、部屋ももう最初は2人で生活してたりとか。そうなんですね。23歳以下は最初は2人部屋になってて。あ、1人部屋じゃないんだ。そう、本田さんとか黒崎さんとか、はい、あのあと大卒の先輩とかは、だから大卒もギリギリ1人部屋だったね。うーん、若手って言われるようなプレイヤーたちはあの寮の部屋に、まあ、8畳ぐらいだよねそこに2人で、洋平さんと俺って言ったらもう身長大きいじゃない。はい、結構もう部屋狭くなっちゃいますねの2人がね一緒に寝てたからね同じ部屋でやだな、なんか見たくないなもうでもその辺は本当にあの良い加減な感じの洋平さんのね、あの空気感があるから。そうなんですね。なるほど。まあ今ちょうど飲水タイム終わって25分ぐらいですか。まあ、さっきあのポゼッションのあれも出てましたけど、うん、ポゼッションはやっぱ低いんですよね。今65と35ぐらいだったかな、うん。シュート数が2本と2本でしたけど、まあとはいえ1点先制取ったのはでかいですよね。うん、大きい。これ大きいね、余裕持って。うん、戦えるのでね、まあ、トスはどうしてもポゼッションしながらこう結構でも縦に早くも攻めてくるので、うん、まあ、そこだけ気をつけなくちゃいけないですけどね、うん、まあ、でもいい感じですね今はね、うん、そっか。だからボールのアプローチの行き方はすごくいいよね、バランスが、うん、選手の距離感とかがいいですよね。そうだね。こう外されてもすぐ行けるとか、うん、カバーが入るとか、うん、なんかその辺がいいですね。で、奪ってからもだから、まあ、すぐつなげるというか。じゃあ、洋平さんが。ちょっと見せるもんね。うん。小沢さん、洋平さんが1個上ってことは、同期は誰だったんですか。あ、ちょっと切れた。小沢さんの同期は誰でした、はい、同期、うん、同期は、増田忠俊。増田忠俊、今解説とかもやってるよね。そうですね、大分、大分の方で。でチーム MSS だっけ、うん、MMS か、うん、サッカーチームもね、はい、運営したりとかしてて。そうですね、うん、あとは高校卒業は瀬良田っていう、あ、東海大五から、はい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 、うん、入った子だったり、あと武田っていうプレイヤー、うんうんうん、武田さん、あと小針って俺と同じ高校から入ったプレイヤーがいて、うん、うん、であと大学卒業で入ってきた吉田さん、吉田康弘さんと、はい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 、うん、小川聡さん。結構多いんですね。そうだね、多かったね。90全部で7人。92年、92年、うん、もうアントラーズができて最初の年ってことなんですね。そう、ちょうどその時にあの本田から黒崎さんとか本田さんとか本田技研から、はい、宮本監督と一緒に長谷さんとかもね移籍してきて、うん、だから住み切りのメンバーと、
本田技研から来たメンバーと、あとうちらみたいな高卒とか大卒のプレイヤーが入って、あと外国人のね、ジーコとかサントスとかアルシンドとか。じゃあちょうどこうチームがこうできた時っていうか、まあ、開幕前ですもんね。そう、開幕前、 J リーグが開幕する前。うーん、そっか。うーん、今ちょうど今クラブ30周年なんですけど、でもそこをほぼ小澤さんも知ってるってことですもんね。まあそうだね、おかげさまで最初の頃から、うんうん、ずっと J リーグの成長とともに、うん、いろいろと学ばせてもらってるかね。うん、じゃあうちのスタッフにいるジョーさんと一緒にプレーしてる。あ、ジョーさん間違いないね、もうね。ね、一緒にやってるね、ボランチでね。ジョーさんどこだったの？どこやってたんですか？ボランチ、ボランチ。ポジションボランチですか？ボランチやってたよ、ジョーさん。気の利くプレイヤーでね。はい。うん。そうなの。周りとの関係性を築くのが非常にうまいよね、ジョーさん。多分今ね、多分身内しか分かんないんで、みんなジョーさんって誰だってなってるんですけど。そうなんですね。そうそうそう、ジョーさんすごいいい人なんで面白いんですけど、今ね、うちのクラブスタッフにいるんですけどね。そっかそっか。もうすぐ30分。まあポゼッションはまだちょっとされてますけどね、うん、そこまで崩されてはないですかね。うん、バランスよく守れてるかな。そうだよね、うん、無駄にいってないよね、無駄に。攻撃にしても、うん、守備のところでもですね。まあ小沢さんといえばやっぱり、まあ、パラグアイの話を聞きたい人も多分たくさんいると思うんですよ。パラグアイ、うん、うん、パラグアイって何年行ったんですか？パラグアイはね、パラグアイは実1年向こうにいたのは。あ、1年なんですね、うん、行ったのは1年だけど、あれかな、ちょっとあれだね、今ねコーナーキック、うん、大丈夫、大丈夫ですね、はい、うん、あ、まずい。あ、ナイス。あ、触ったね。うん。これもやっぱこの辺もよく大きが触ったって感じなんですか？うん、触ってセカンドボールに対する反応がいいよね。うん。ディフェンダーの。そうですね。あの辺って結構、うん。そう。あの角度に入ってくるボール。まあ、うん、ね。体伸ばしてワンハンドで弾いたとしても、やっぱり遠くに飛ばすの難しいから。そこに対する準備が早いよね、ディフェンダーの。でもあれって指先とかでこう弾いてんすか？今のボールは手のひら。手のひら。指先なのか。うん。そうだね、今指先だね、今のは。ですよね。うん。いや、でもちゃんとね、触ってるし、まあディフェンスもそこのカバーっていうところでも。ね、2人反応してるもんね。うん。まあ、集中してますね、やっぱり。そうだね、うん、そうですね、そうそう。でパラグアイ実質1年、はい、実質1年行ってて、そうだね、まあ、1年期間的には1年だからそこまで長いわけじゃないんだけど、結構なんだろう、やっぱりね、地球の裏、日本からしたら地球の裏側の場所に行って、うん、ただね、こう旅行に行くわけじゃないから、もうそこに勝負しに行ってるから、はい、結構パラグアイっていう、その、まあ、サッカーを通して、うん、うん、国の中にどんどん入っていったって感じかね。なんでパラグアイとかっていうのはあったんですか？その前にヨーロッパとかも関心があって、うん、いろいろと自分でこうリサーチ、実際、はい、ヨーロッパいろんな国を渡って、って言って、あ、まあ、アントラーズでいた頃、うん、その前からもそうかな、もともと結構海外行くの好きだから、うん、いろんな国のサッカー見てきたりとかっていうのはしてて、まあ、そのちょうどパラグアイ行く前ぐらいはヨーロッパの方もね、少し自分の中ではリサーチしてて、
でやっぱりキーパーがね、チームに入るっていうのはいろんな条件が揃わないとなかなか難しいから、はい、うん、まあ、そういうしてる中で南米でパラグアイだったらチャンスがあるかもっていうことで、代理人通じて話が来て、うんうん、でそれが、2009年が終わって本当にバタバタっと話が決まったような形だから、うん、それこそね、コーチとかみんなにも挨拶ができずに、はい、2009年のシーズン終わって俺はもうパラグアイ行っちゃったからね。そうですよね、うん、ただ言葉とかってどうしてたんですか。言葉は、まあ、行く前からもともとねアントラーズもそうだけどブラジル人とか、はい、うん、あと他のチームポルトガル語ブラジル人、ね、ポルトガル語ちょっと、うん、まあまあ、ちょっとは覚えるじゃないですか。そう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 、でそういうの話すの好きだったからポルトガル語、まあ、ちょっと話して、あとはスペイン語もちょっと日常会話っていうかそういうのも勉強はしてて、でそれで向こうに、うん、してて向こうに実際行ってみたら、まあ、どこの国でもそうだと思うけど現地のイントネーションとか、うん、現地の言葉のニュアンスとかってちょっと変わってきてて、はい、しかもどう聞いてもスペイン語じゃない言葉を話してる人たちが多くてで何のことを喋ってんのって聞いたら、いやこれはグアラニー語だって言うんだよねグアラニー語って何それみたいな聞いたこともないし、うん、思ったら、いやインディアンが使う言葉でパラグアイはみんなそのグアラニー語とスペイン語を混ぜて喋るから、うん、そう、お前もキーパーだったらすぐ覚えろみたいな感じになってね、でも辞書も何もないからね、うんうん、だから人に聞くしかないからプレイヤーとか友人とかに聞いたら、大体海外行くとそうだと思うんだけど、いい言葉って教えてくれないじゃん最初そうなんですよねそうそう、変な言葉しか教えてくれないですよね。そう、でもこっちはさプレイするために必死だから、その言葉を鵜呑みにして試合中叫んだりするの、うん、キーパーで、はい、こっちは寄せろ寄せろとかクリアしろとかって大きな声でね、それでそういう思いで叫んでるのに、どうも周りのプレイヤーは笑うし試合で叫んでたらお客さんとかもさ、あの日本人ちょっと頭おかしいぞみたいな感じまで言っててそう、よくよく聞いたらちょっとね危ない言葉だったというね。ですね、まあ、あるあるですよね、海外あるあるですよね。そうそうそう、あでも通訳とかも一切つけずに、なしで、すごいな。で当然一人ですよね、うん、言ったのは。でもそういうふうにね、どんどん現地の言葉を学んでいったら、まあ、その言葉を覚えるのもそうだけど、うん、周りとの距離感もねどんどん近づいていったし。そうですね、だから海外って一番そこが大事ですよね。そうだね、やっぱこういかに壁を取っ払うかっていうか、そう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 、向こうにこう飛び込むかっていうのが、うんうん、僕もフランス行って、まあ、スイスも行きましたけど、うんうん、やっぱフランスいるときはなかなかそこの壁が取っ払えなかったんですよ。やっぱフランス人ってまあまあどちらかというとプライド高いというか、うん、まあ、教えてくれる人たちでもなかったし、はいはいはい、やっぱパラグアイとか陽気じゃないですか。そうだね、うん、全然そういうのもなくフランス人は、まあアフリカ系の選手とかは結構仲良くはしてくれてましたけど、うん、でもなかなか自分でこう飛び込むってことできなかったんですけど、まあ、スイス行った時に結構もう飛び込んだら、うんうん、すげえみんな喜んでくれて、うん、だからなんかすごい入っていけるようになったっていうか、うん、コーチがやっぱりそういうのはねちょっと難しかったっていうのはこう俺とかからしたらすごく意外な感じだよね。そうですか、うん、本当にコーチのこうコミュニケーション能力っていうかさ、そういうのは、まあ今日の最初にも話したけど高校から卒業してパッとねプロの世界に来た時にあれだけそのプレイヤー同士もそうだし、あと監督コーチとかとも話ができるし、あとフロントの人とも気さくにね、トレーニングの合間とかに話してる様子見るとなんかこう羨ましかったよね。すごいああいう能力持ってるのすごいなってそれ三尾と比べてとかじゃないですよね。三尾と曽我と比べてとか三尾はさなんか小出しにさちょこちょこといたずらするタイプじゃないはい、あいつ実はね、どうぞあそこはさなんとなくの可愛らしさっていうか、うん、そう、あれがなんか三尾の中のさじ加減っていうかねですね、うまさだよね。
そうでも僕移籍とかしたことなかったんでどういうものかっていうのは分かんなくて、で海外の生僕も一人で行ったんですよ。そっかそっか。そうだからもう通訳も何もつけずに、うん、ってなるとやっぱり大変でしたね。最初そうだよねやっぱね。最初やっぱで、まあ、一応英語は勉強してたんですけど、うん、フランス語ってなった時にやっぱ全然違うんで、ポルトガル語とスペイン語ってちょっと似てるじゃないですか。ラテン語はねみんな似てるよね。でも英語とフランス語やっぱ全然違うんで、うん、そこはちょっと困りましたね。確かに。なんかブラジル人とかもフランスはちょっと結構難しいって言いましたもんね。言葉がちょっと違うから、うん、覚えるのが、うん、あと文化的なものもあるよね。まあそうですね、歴史とか文化的なものも。だラテンは結構早くていいですよね、こうノリでいけるから。ん？ラテン系とかってノリでいけるじゃないですか。でも、うん、それはある。フランス人って意外とそれが ないんで。あ、そうなんだね。そう、結構最初は大変でしたね。あ、でマルセイユってよくも悪くもちょっとこう、まあやっぱ名門チームだったんで、うん、まあいる選手も選手でしたし、うん、うん、ここは難しかったな。でもね、そういう経験がねやっぱり後に生きてくるし。うん、まあそれはそうですね。やっぱそういう経験できてよかったなっていう、本当だから、まあ一人で行ってよかったなっていうのはすごく思いますよね。うんうんうん、なかなかできないし、一緒に行っちゃうと頼っちゃうじゃないですか。そうなんだよね。ね、うんうん、だから本当そういう経験はいいですよね。うん、ギフティングもちょっと紹介させていただきます。どこまで行ったかな。ですね、ここだ。アンスムさんかな。ユータ、角度のないところからよく決めた。まだまだ行こうっていうのをギフティングいただいてます。あとはターコさん、永田氏やろう、今日もシカライブありがとうございます。小沢さんの初登場楽しみにしていました。キーパー目線の解説もぜひ伺いたいです。今日も勝ちましょう。ククシカさん、1万円いただきましてありがとうございます。小沢さんのイケメンボイスにと。小沢さんのイケメンボイスにありがとうございます。小沢さん、どうなんだろう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。トドロキノシカさん、2727円ですね。松村ナイスゴール、もう1点いこうと。松村の背番号ですね。ヤナナさん、2701番。これは松村の27と小沢さんの01ですかね。入ってからの表情が最高だった松と、ゴールキーパー目線のお話が楽しみな小沢さんに、家族は小沢さんの高校の後輩ですと。そうなんですね。あれ、小沢さんどこでしたっけ、高校。俺がいた時は水戸短大附属っていう名前だったんだけど、今は水戸慶明高校。って名前が変わって。なるほど。うん、じゃあ、水短の後輩なんですかね。そうそう、水短。慶明かもしれないですけど。なかなか水短出てこないから、ちょっと今懐かしくなった。僕らの時まだ水短だったんで。あ、そっかそっか。はい、ね、試合よくやりましたし。あ、そうなんだね。そう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 。あと小林夏幸さん、松村のゴール最高、小沢さんの叱られる楽しみにしてました。まだ誰も知らない裏話とかあったら期待してますといただいてます。ヒロピョンさん、2000円ですね。ありがとうございます。小沢さんのキーパー目線の解説楽しいです。今日も勝利で。ミーさん、CRO 小沢さんこんにちは。小沢さんとはスポーツセンターでの祝勝会でお話をして写真を撮らせていただいた思い出があります。声がとても素敵ですね。あと今朝、前回の奈良さんのサイン入りトレーニングユニが届きました。ありがとうございました。背番号2番なのでウッチーって家族のツッコミが笑えました。いや、2番の先駆者は奈良さんですからね。そうだよ ねこれはもう間違いない。はい、ナンバーワンシカさんですね。2700円、ありがとうございます。ナイスゴール、ゴーゴーアントラーズ。ナオントラーズさん、ツイッターですね。シカライブでゴールするたびに1000円サポーターすることにしようと思った途端に松村ゴール、ありがとうございます。ということはあと 2,3 点欲しいですね、ゴールするたびにってことなので。でミーさん、松村選手の先制点に追いギフティングですといただいてます。ありがとうございます。小沢さんの裏話てか、スポーツセンターでの祝勝会ってことは2008年ぐらい、多分2009
9年の最後とかに、3連覇か3連覇の後に、はい、多分スポーツセンターでやってるよね。やりましたよね。うん、結構盛大にやったよね、3連覇ということで。うん、そこなんですかね。そっかそっか。今もう42分、前半ももう残りわずかですけども、まあ、このまま終わりたいですね。そうだね。うん。でも全体的に落ち着いてプレーしてるから。うん。まあちょっと多少ボール持たれてますけど、うん、ね、落ち着いてはできてるんで。そうやね。うん。まあ問題ないかなって感じしますね。うん、まあ、パラグアイの話は後半またしますか、じゃあ。パラグアイ、ぜひまた。ね、パラグアイだっていろいろあったでしょ。まあそこそこね、そこそこパラグアイも南米も。でも、俺個人的にはすごく魅力的な、いい、場所だな。だってもう若干僕、小沢さんってパラグアイ人なのかなみたいな感じしますから。パラグアイ。なんか向こう行ってからすごいなんかよりオープンになったっていうか。なんかそんな感はあるんですよね。そんな感じがするので。あ、本当？うん。なんかもうラテンの人間になったなって感じが。いや、多分なんかいろいろあったんだろうなっていう。日本人。いや、本当に。そうそう。なのでね。まあ多分そういう話も多分いっぱい聞きたいでしょうし、あとはまあ、まあ相馬さん、熊さんの話とか、まあ、当時在籍してた選手、うん、多分昔の選手の話題とか、結構出てくると思うんですね。うん、そうね。お、おっ、いやー、惜しい。いやー、白よく入ってったんですけどね。ね、入ってたね、前に。これ、荒木もよく上げましたね。うん、そうだね。うん。合わせにいってるもんね、クロスも。ね、あそこのポール入れて。中、うん、見えてたんでしょうね。パーサイド空いてるっていうのが。2列目から上がってくる選手も見えてるもんね、マスターズ人が、うん。そうですね。まだ良太郎これで2年目ですからね。うん。まだ点取った松村もそうですし。うん。まああと染野ってね、今ちょっと怪我ですけど、まあ楽しみな選手もいますし。うん。やっぱりあの思いっきりの良さってチームに勢いつけるよね。うん、そうですね。うん。ここで一発。誰もいなかったか。まあでもシュートで終わるといいですし ね、 ね、この顔まあらしいっちゃらしいですよね。もう相馬さんだよね、やっぱりな感じですよね、いつもじーっと見てる、うん、そう、表情がそれほど変わるわけではなく、うん、あんまこう波ないですもんね。ないないない、相馬さんはね、うん、ちょっと興奮すると口調がこう速くなるようなトーンというよりは言葉が速くなる、さらに。そうですね、うん、でも基本的にはそんななんないですもんね、常に淡々とじゃないですか。淡々とだね、ね、うん、まあ、本当、まあ、僕もだから今クラブハウスとかでも会いますけどね、うん、うん、まあ関係は変わんないな、うん、まあ優しく接してくれるし、ね、うん、それもやっぱり話し出すと長いから、うん軽くにしてますけど確かにそうそう、よく聞いてよく話すよね、やっぱり。そう、そうだから、まあ、よく聞いてくれるのもあるんですけど、だからちょっとついついこっちが話しすぎるじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、1話そうと思ったところを2話してしまうじゃないですか、はいはいはい、そしたら5ぐらい返ってくるじゃないですか50-50 じゃないのね。違う、そこがな、そこの加減がなそうだね、でもそれが相馬さんって感じですよね。そうだね、相馬さんと、だからそこで5返ってくる相馬さんと、うん、あの2話したら1しか返ってこない秋田さんとかね懐かしいですよね
ああ、そうだね。やっぱというり、ことで、はい。前半終わりましたけれども、小田さん、どう見てます？そんな見てないと思いますけども。いや、入り方としては、トスのやっぱり立ち上がりの勢いに、受け身にならずにしっかりと、まあ、ブロック作ったり、で、まあ、キーパー目線からこう話すと、やっぱり沖選手落ち着いて対応しているのもそうなんだけど、一個一個のプレーにこうメッセージ性があるよね。例えば簡単にコーナーにしないで、もうシートがめくれるぐらい飛び込んでいって、それでも、スローインの方に弾き切ろうとする姿だったり、あと弾いた後のセカンドボールに対する、まあ味方がクリアしてくれてるんだけど、自分自身もすぐに反応できる立ち上がり方とかしたり。なるほど、そういうで、そこに見ね、方プラが。ス得点も入ってるから、チーム全体でもちょっと余裕を持って前半コントロールができてるのかなって。なるほどね。だからその、面白多いな。分本人も、この試合にかける思いとか、この試合の重要性とか、で今連戦の中で自分が何ができるかっていうのを多分考えての一つ一つのプレーだと思うんだよね。だからそれは前半だけじゃないです。後半も続けて、90分通してチーム一丸となってね、いければ、後半もいい流れ、ね、後半もきつい時は訪れるとは思うんだけど、いい流れに持っていくんじゃないかなとは。なるほど。ということでね、前半1-0で、リードして、前半終了しました。まあ、後半もまた小澤さんのそのゴールキーパー目線の解説だったり、またパラグアイの話だったり、またね、いろんな、まあ、今までのレジェンドの話を聞きたいなと思いますので、また後半もよろしくお願いしはまい、こちす。らこそよろしくお願いします。また。
ということで、小沢さんは帰ってくるかな。ありがとうございます。はい、帰ってきました。はい、まあ、今ハイライトでちょうど得点シーンかな、はい、やってますけど、確かにキーパーの重心って言われるとそうですね。うん、ほんのちょっとのね、うん、なんだけど、やっぱでもその一歩で反応が遅れたり変わったりっていうのはあるんですよね。反応と、あとはやっぱりあの、勢いの乗せ方っていうのかな、まあ、重心移動っていうか、1、2の3で飛べるとスムーズにボールに対して、最短でアプローチできるんだけど、どうしてもどっちかに傾いちゃうと1、2の3、4ぐらい遅れちゃう、うんうん、それだとボールのもうスピードからするとちょっと遅れちゃうんだよね。なるほど、うんうん、そういうところがあるんですね。ね、まあ、確かにあの逆サイドを狙ったシュートであったけど、もしかしたらニアのあたりに入ってくるゴロのボールだったらインターセプトのような形でキーパーが準備しておくこともあるから、先にそこまで、動きすぎちゃうとニアのコースが甘くなっちゃうっていうのは、うんうん、あったりもするよね。トスはちょっと今ラインが高いからね、全体的に何をやるにしても、ね、うん、だから、パク選手もね、ゴールエリアを手でも守れるし足でも守れるしっていうのがあのストロングポイントとして出してるから、あの距離はもしかしたらもうあの必然的に生まれてる距離なのかもしれないね、うん、あのパク選手が出るときは、はい、あれがあのカップ戦では森田選手っていう、はい、キーパーが出たときはもうちょっと近いんだよね。なるほどね。だ今のキーパーに求められてるものっていうのは多分小沢さんがやってるときと、うん、多分ちょっと違うじゃないですか。ルールが変わったもんね、まずゴールキックそこからもうそこはね体験してないからうん、やっぱりペナルティーエリアの中に味方が入って受けれるっていうのは以前とちょっと違うよね。まあそうですね、すぐつないでっていうのもそうだし、だプレーエリアっていうか、うん、やっぱ今求められてるものが、まあまあ小沢さんとか、まあ、ソガとかもそうですけど、やっぱセービング技術っていうのが求められるじゃないですか。うん、第一。決めるストップの、うん、ね、でも、はいはい、今それもそうなんだけど、やっぱりそのポゼッションに加わるとか守備エリアというか、うん、ね、パク・イルギュもそうですし、オキもやっぱ足元うまいですし、そうだよね。やっぱそこってやっぱ今必要ですもんね。うん、もう要求される一つだよね、キーパーのスキルの。小沢さんそういうの好きでした？もともとね、俺サッカー始めた時はフィールドプレイヤーだったの。どこやってたんですか？昔でいう右ウイング結構、まあ、そこそこ足が速くて、いつぐらいまでやってたんですか？ん、何歳ぐらいまで？それ小学校の間ずっと、で中学行って、うん、部の先生、顧問の先生にキーパーやりたいからキーパーやらせてほしいって言って、うんうん、でもお前はフィールドもやってるから両方やれっていう形で、1、2年生の頃はキーパーとフィールド両方やってて、3年生ぐらいからね、中学校のキーパー1本に絞って、そうなんですね、うん、だからそういうのも経験してるから、うん、93年ぐらいにルール改正でバックパスが手で使えなくなったじゃない、はい、うん、だから一緒にやってきた仲間たち、キーパーの仲間たちはあのルールで結構キーパーとしては安定感あったプレイヤーが足元がちょっとおぼつかないからバックパス来てミスしちゃって、それで自分の総合的なあの技術がないっていう認識を持ってパフォーマンスが落ちたプレイヤーが結構いたんだよね、あの頃は。へー、そうなんですね。逆にそのルールは俺としては、あ、バックパス今度足でさばけるんだっていう感じの、うん、意識が働いて、うん、そんなに抵抗はなかったよね。うん、そうなんですね。で今回のルールはまたより ね、アイルゴリックだから一回預けて終わりじゃなくて、今キーパーが預けた後ちょっと開くもんね。そうそうそう、もうゴールをちょっと開けて、ね、やったりするじゃん。昔だってゴール開けたら怒られるじゃないですか。そうだよね。
そうそう。それが今平気でもうゴール開けてね、どんどんこう飛び出してプレーエリア広くなってるんで、うん、ね、だから昔の常識とちょっと変わりつつあるよね、その辺は。ね。うん。そうか、でもさっきちょっと気になった、なんでゴールキーパーやりたいと思ったんですか、その中学1年生の時に。もうそこはね、小学校の時にね、もう誰もが結構、言ってると思うんだけど、もうキャプテン翼の若林くんに小学校の時に憧れて。あ、だから少年サッカーの方ではフィールドプレーやってたけど、遊びのところではもうアディダスキャップかぶって若林くんになりきって、うーん、野球ボール投げてもらって片手で取ってとか。なるほどね。そう、永遠のアイドルだもんね、若林くんは。若林くん、若島津くんでちょっと分かれるじゃないですか。そうだ、分かるね。あの正統派が若林くん、うん、ちょっとこうなんだろうな、アクロバティックな、大きい、うん、大きいのが若島津くんみたいな、うん、でもまあ確かに小沢さんは若林くんですね。若林くんがね、うん、ちょっとさすがにね、ゴールポスト蹴るっていうね、そこに対する抵抗もあった。三角飛びみたいなね。三角飛びはちょっとっやってみたけどできなかったっていう感じよね。そうか、そう、そっか、漫画に憧れてキーパー目指すっていうパターンなんですね。でも工事の世代とかも結構多いでしょ、キャプテン翼。キャプテン翼僕は多かったですよ、うん、僕はだからもう完全に翼くんじゃなくて美咲くんに憧れてましたから。ああ、その辺でフランスつながりとかも。あ、もうそこは全然関係ないです。それないか。どっちかというとなんか、うん、自分っていうよりも僕はその一個下がったとこっていうのが小中の時もあったんで、はいはい、うん、石崎くんではなかったです。顔面だもんね。そう、9が小次郎とかでもなかったんですよね。うん、そう、どっちかというと僕の中でも三崎太郎をイメージしながらやってましたね。ってことで後半キックオフしましたけど、どうです、後半求めることとかってあります？まあ、今一度で勝ってる中で、まあ、あんまりこう点数のこと気にするよりは、まあ、前半の入りのようにまずはしっかりと守備から、うん、で結構前半見ててもトスのプレイヤーがね、熱くなってるところもあるから、当然トスは、うん、攻撃的に来るだろうし、うん、あとメンバーチェンジ、交代の選手が入ってくることも今後考えられるから、そこに対しての対応っていうのもね、必要になってくるかなとは、うん、守りに入らないことだよね、まずはね。あ、そうですね、そこは大事ですね、うん、まあね、後半どういう展開でまた相馬さんがね、どういう采配を見せてくれるかね、うん、そうやね、うん、楽しみですね、うん、でもマリノス戦もそうだし、あとはね、完封で 3-0 で勝った FC 東京とか 2-0 で勝ったグランパスとかもそうだけど、選手たちがそこまで慌てるっていうことが見受けられないよね、うん、うん、状況が厳しくなるのかなと思っても、まあ、自分たちで対応している部分と、あとはベンチからしっかりと指示も出てるだろうし、うんうん、なんか最後までゲームコントロールしてる感がすごく強いよね、うん、そこはありますね、なんかバタバタというか、うん、そうそうそう、うん、で、まあ、交代で入った選手もちゃんと役割理解してるじゃないですか。そうなんだよね、うん、だそこのね、うん、ちゃんと意思統一というか、うん、っていうのはできてるかなと思うんですよね、うん、まあ、その辺は説明好きの相馬さんなんで。あとはシュートに対してちゃんとこうやって体を当てることが多いですよね。多いね、うん、本当に最後まで粘り強く対応できてるなっていうのはあるので、まあ、これは続けてほしいですね。そうだね、こういうことできると失点は減るので。そうだね、うん、守備の鉄則だもんね、この辺はやっぱり。そう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 、ベースの部分で、まあ、47分コーナーキックです。うん、
いいですね、粘り強く。うん、助かった。こういうところでも、ね、さん粘り強いもんね。粘り強いですね、うん、質問でコーナーでキーパー前に立たれるのってイラッとしますかっていう質問があったんですけど、結構大体立つじゃないですか、はいはいはい、あれって嫌なもんなんですか。あんまり俺の場合は気にならない。気にならないかな。それよりもやっぱ味方へのポジション取りだったりとか、うんうん、なんかそこも含めて守備っていう認識が自分の中にあると、ないものからスタートしちゃうと会った時にちょっとねリアクションでバタバタしちゃうけど、うん、当然来るっていうのを考えると来た中での準備っていうのは始まるもんね。うん、なるほどね。そうか、ここ、まあ、粘り強いな。ここ触られなかった方が良かったんですよね。うん、後ろいたもんね。後ろ構え、うん、まあ、さっきね小沢さんも言いましたけど、エドアルドなんかちょっとイライラしてる感もあったから、うん、前半終了間際とか ね、 そ、 うね、うん、その辺を、まあ、うまくついていけるといいんですけどね、うん、後半もしっかりギフティングいただいてます。どっからだっけかな、神奈川の鹿さん3000いただいてます。ありがとうございます。久しぶりの鹿ライブ、後半も小沢さんのお話楽しみにしています。連勝して次につなげてほしいですと。牧雄さん、やっとこ鹿ライブ参戦です。先生嬉しいです。今日も勝ち点3取りましょう。鹿ライブで小沢さんに会えて嬉しいです。お話楽しみです。ギフティングズーさん、5000いただきましてありがとうございます。連戦ですが頑張ってください。あー、やられちゃった。出た判断良かったけどね。ですね。いや。ここでね。どうなんですか。弾く位置なんですかね。でこれ難しいですよね。掴みに行ってこぼしちゃった感じだもんね。あ、なるほど、うん、できれば弾きに行った方が良かった。弾きに行くのも一つの判断かなって。使うことは悪いことじゃないけど、もちろん、うん、結構ニアに飛び込んでくる勢いが速いから、うんうん、そこに対してはシンプルなプレーも判断の一つかなと。で今ちょうど、まあ、ワンちゃん犬飼いが外に、うん、出されちゃいましたから、うん、そういうところも、そうやね、うん、まあ、あんまセンターバックって行きたい、出たくないじゃないですか、外に、サイドに。そうやね、うん、ちょっと左側の攻撃が増えてるもんね。そうですね、まあ、トスは左からが多いですね、うん、ちょっとね。まあまあ仕切り直しって感じですかね、うんうんうん、まあ、コンパクトにしてる分こういう背後はもうねしょうがないところはあるので、そこは、うん、まあ、センターバック中心にねうまく対応してほしいですしね、うんうん、ちょっと仕切り直し、圧力かけてきてるよね。まあ今トスがねやっぱ後半の入りっていうところでもそうですし、うん、まあ今1点取ったっていうところでも圧力はかけてきてるので、ここを受けずに行きたいんですけどね、うん、そうだね、うん、結構激しく来てるので、うん、逃げずにやっていってほしいですね、うん。2つ目3つ目のボールに対してね、うん、どんどん来るもんね。だ追い込んでいきたいかな、うん、ちょっとある程度制限して、
まあ、ここで持たれる分には当てなくていいと思うんで、多少ね、中盤でボール持たれるのは。うん、そうですね。ですいません、ギフティングズーさん5000円、松村選手のゴール最高っていうところまで読んでたのかな。山形生まれの鹿島サボさん、試合の内容が良いので気分よく鹿ライブを堪能できる、なんて素晴らしいんでしょう。試合数が多く本当にきついと思いますが、怪我だけには気をつけて勝利を手に入れましょう。頑張れ鹿島アントラーズ。ギフティング鹿かなさん、先制ゴールに追加ギフティング、ゴールキーパー目線のお話面白いですと。練馬の健さん、今日はバタバタ感が抜けなくて自陣でボールが落ち着かないけど最後まで集中して勝ち切ろう、後半綾瀬のゴールに期待。ヤックマさん、小沢さんといえば、クラハに練習試合見に行った時に確かリハビリで一人黙々と外周ランニングされている姿が印象的でした。それ以来ダンディーな小沢さんにうちの嫁が大ファンになりました。2008年頃だったかなという、コメントもいただいてます。ダンディー小沢ですよダンディーなのかこうやって消えていかなきゃ、月やってねまあ、こういうセットプレー取りたいですね。そうだね、うん、今いいボールも入ってるし高さもあるし、うん、お狙いましたね。やったね、うん。まあ、質問であるんですけど、まあ、1対1追いつかれた時に、まあ、こういう時小沢さんならどんな声をかけますかって来てますけど、まあ、先制して同点追いつかれてっていう部分で、うん、まあ、攻撃の部分っていうよりは、まあ、守備、特にセンターバック、サイドバックに関しては、もう一回バランスを整える。うん。うん、で、あとはやっぱりね、さっきコーチも言ったけど、受け身にならない。うん。うん、やっぱそこだけの、まず、意識を持たせて、あとは相手の出方次第で、どう追い込んでいくかとか、ラインの整え方とかっていうのは、まあ、ゲームの中で調整していくけど、うん、やっぱりあの冷静にさせる、うん、まあ、そうですね、そこが一番大事ですよね。そうそう、やっぱりね、悔しさもあるし、まあ、自信をなくすっていうのはないけど、やっぱりね、みんなこう頑張って守備してる中で失点っていうのは一種のね、こう出来事の中ですぐに整理できるかさ、なかなかそうじゃない部分もあるから、そこをいかに小さな出来事として捉えさせるような、うん、持っていき方っていうのはキーパーはあのなんて技術とか体力とかの部分とまた一つ違う部分で必要なところだと自分の場合は認識してるね。なるほどね、まあ、いかに落ち着かせるかかな、うん、本当、うん、そうですね。まあ、小沢さん入った時多分キーパー出てたのマサさんだったと思う、古川さんだったと思うんですけど、うん、古川さんはどんな感じだったんですか、プレースタイル。プレースタイルというか性格含め古川さんはブラジルから帰ってきて、マサさんもそうか、ブラジル帰りか。そう、92年の途中、うん、夏過ぎぐらいかな、帰ってきて、帰ってきてからそこから入団で、うん、それこそあの当時プレースタイルで言ったらキーパーのキックなんかもパントキックとドロップキックしかない時代、うん、そこにボレーキックみたいな、うんうん、そういうのを突然切り出して、でブラジルではこれはもう主流なんだっていうので、うんうん、でそういうのは当時ビデオもなかったしね、当然インターネットもない時代だから、あ、こういう蹴り方もあるんだっていうのはちょっと衝撃受けたよね。あ、うん、確かにマサさんそうですね、うん、ちょっとこうでも蹴るまでの形の入り方とかあるじゃないですか。あるねあれは独特なものもあるよね、うん、でも性格的にはすごい穏やかで優しい感じですよね。こう喋るね、語り口調も柔らかいし、アントラーズのキーパーの人って意外と穏やかな人が多いんですかね。そうかね、そうだね、まあ、ソガは多い、うん、そうだね、いや、ソガも含めて、まあ、他の
のチームと比べるとこう荒々しいかとか、うんね、激しさを特徴としているキーパーっていうに比べると穏やかな感じの人が多いね。なんかそのイメージ多いですかね、うんうんうん、やっぱり、うん、まあ今の沖もそうですし、うんうんうん、まあ、スンテなんかもそうだし、まあ、スンテが韓国の時どうだったかちょっと分かんないですけど、うん、うん、なんかキーパーって結構そうだな、まあ、変わり者が多いってよく言われるじゃないですか。そうだね、うん、うん、言われる。でもなんか意外とそうでもないかなっていう。うちに秘めてるものは。ソガートさん以外は。でポジション的にあれだよね、ちょっと変わってるぐらいじゃないとできないよね、キーパーのね。うん、まあそうかもしれないですね。うん、危ない。危ない。まあ、今60分弱、58分、59分になるところですけども。今のところは出た方が良かったんですか、沖は。まあ、触れなかったとしても。自分、多分、キーパーから見て、自分の方が、相手が、こう、一気に飛び込んでくるボールじゃなかったから、うん。うん、自分の方が先に動いてる、ディフェンダーよりね、先に動いてるから、自分が出るって判断だったと思うんだよね。うん、ディフェンダーからしたら、自分、キーパーがそこまで見えてない中でカバーして、ちょっと下がりながらクリアっていうのがあったから、まあ、で、そこは多分沖選手の中でもう見えてるから無理していかないでヘディングさせたっていう、うん、お互いにぶつかってボールがこぼれちゃうよりは、うんうん、そういう判断にいったんじゃないかなとは思うけど。なるほどね、うん、そうかそうか、そういう見方か、うん、ちょっとなんだろうな、でもトスのこの取りどころがはっきりしないですね、うんうんうん、ボールの回し方、動かし方にちょっとどう取るかっていうのが、まあ、札幌戦もちょっとこんな感じだったんですよ、ルヴァンの、うん、まあ、3バック気味にこう回してこう幅取ってくるチームに対してちょっとこう広がれて、どこでこうね、うんうんうん、プレスかけるかっていうところが、なのでちょっと苦戦してる感じですね、うん、お、選手交代。小泉と。まあ、ちょっと流れ変えたいですもんね、今。そうだよね。追いつかれて。うん。うん、まあ、パラグアイのね、話もっていう感じだったんですけど。パラグアイってどうなんですか、あの住んでて。まあ日常はやっぱり日本とは全く違う部分が多いから、うん、またそのところはね、捉え方がちょっと違ってくるかなっていうのは、まあちょっと難しい部分もあるよね。うん、うん、あの日本、うん、あ、どうぞどうぞ。日本とパラグアイのつながりって結構密で、うん、うん、あの日系人の人がいたりとか、うんうん、あの姉妹都市を結んでる、こともあったりね、うん、だからあの俺が試合に出れた中の要因の一つに、ちょうど俺が1年間いた中で監督5人変わったんだけど5人っすか、5人そんなに。そうで、最初の頃の監督はお前すごくいいから、何試合かこう2軍のチームで結果出したらトップで出すぞみたいな話になって、で結局はまあその監督使ってくれなかったんだけど、うん、その監督と話した時に、なんで俺使ってくれないんだって言ったら、いや、もしお前を使って、もし俺が、あの俺自身がね、プレーで何か大きなミスを犯したりしたら、そのまあ、あの結果次第で自分の人生すらも変わっちゃうんだって監督に言われて、うん、だから それに対して俺は賭けができなかったっていうこともあったのね、うん、で最終的に俺を使ってくれた監督は、あの自分はこう日本人の
歴史をいろいろ学んできてるとかっていう話をして、でこの国パラグアイでね、この国に日本人が残してくれたものに対しても自分は理解してる、でそういう国から来たお前を、ここ1週間ずっと見たけど、まあ、試合とか練習の姿とか見たらやっぱりそれはもう評価に値するって言って、最後ビッグゲームで使ってくれて、へー、そこからもうあのレギュラーとしてプレーできたんだけど、うんうん、だから日本人としての、要素っていうのはすごくその後につながったのがあってね、うん、答えね、交代です松村と、陸と広瀬がアウトで上田と小泉が入ります、うん、63分ですかね、うん、そうだね、うん、だまあ小泉がそのまま右サイドに入って、綾瀬ワントップですかね、で、まあ、翔馬が右に出るか亮太郎が出るかっていうのはありますけど、まあ、ちょっと鳥栖の左サイドがね、うんっていうのがあったので、そうだね、小泉の守備力というか、うん、で埋めるって形ですかね。少し前での時間を増やしたいもんね。あ、そうですね。だからまあ、うん、やっぱ高さとかっていうのがなかったので、うん、まあ、綾瀬入れることによってそのキープ力とか、うん、まあ翔馬も亮太郎も引き出し方はうまいんですけど、うん、でまあ純粋なフォワードではないのでね、一つポイントは作りたいですよね、うん、そうだね、うーん、上げたかった、ね、そうか、じゃあそこ、その監督すごいですね、やっぱそこまでやってくれた。その監督はね、あのアテネオリンピックでパラグアイが3位に入った時に、はい、パラグアイ代表を率いてた原サギエルって監督なんだけど、うん、その監督はちょっと話しててもね、ちょっと違いを感じた、うん、いろんな監督がいるからね、まあまあいろんなタイプいるじゃないですか、うん、そうそうそう、監督でやっぱりその監督にね、うん、合う合わないっていうのも当然、そうそうそう、ありますから、あるある、そうですね、でも5人はすごいですね、ね、だってどのスパンで変わっていく、もう1ヶ月2ヶ月で変わっていくってことですよね、早ければ、うん、そうだ ね、 もうだね、向こうはあのオーナー制だからね、オーナーの、あー、そこでダメってなったら、うん、なかなかだからそういう経験もできないですよね、そうだよね、うん、やっぱ日本って、まあ、まあうちもちょっと監督交代しましたけど1年に1回あるかないか普通はないじゃないですか、うんうんうん、まあブラジルとかってやっぱ2、3試合で切られたりしますしね。パラグアイもそうですけど、うん、3連敗したらもうあれだもん ねヨーロッパとかだとあんまそういうこともないし、うんうん、でもそういう経験すごいな、そうか、か来た時にね、新しい監督とか来た時はオーナーと一緒にロッカールームとか入ってきて世界一の監督を連れてきたぞっていう感じで紹介があって、はい、でその後数週間後にね、連敗が続くともういないわけで、ね、出てくるみたいなね形になっちゃうし、だから試合終わった後のロッカールームって勝ったらもう本当に大騒ぎで、うん、みんなで裸でね踊っちゃうぐらいの感じだけど、負けた時にはもう誰も頭上げないみたいな、あ、そんな感じなんですね、うん、それこそね、選手ももうこの試合で出てくるみたいなのもね、まあシビア、契約が残ってるから、うん、そこまですぐにじゃないんだけど、それぐらいのもうなんか緊張感だよね、うん、まあ、やっぱシビアなところはありますよね。あの生活のところとかであれはどうだったんですか、ご飯とか。ご飯は最初一人で行ってたから、あの自分で自炊したりとか、うん、あとは現地のものを食べたりしてて、もともとね俺あのこう食は何でも食べれるタイプだから、うん、うん、なんかこう日本食レストランがあったりとかまああったけど、そんなに頻繁に行ってたわけじゃないね。どっちかというと、うん、あの近くのレストランとか、日本でいう定食屋さんみたいなのが近所にあって、はいはい、まあ、そこを行って食べさせてもらったりして。パラグアイの食べ物って何が有名なんですか？パラグアイに美味しいものいっぱいあるよ。もうお肉、お肉、お肉。アサード、アサード、アサード。ですよね。ジュラスコみたいなね。はい。うん、あれが、ま、毎週行われる感じだよね、まずは週末に、うん、
でもそしたら食べ過ぎちゃいはないですか？あ、まあでもね、なんかどうだろう、我々でこう日本のお肉と違うお肉だから、うん、うん、なんかまた違うんだよね、焼肉食べるっていう感覚とは。あ、そうなんですね。うんうん、そうで、あのお米なんかにしても、あの普通に日本だったらね、ご飯とお味噌汁とおかずとっていうところでの、うん、あの主食になるじゃん、主食ってあのご飯っていう形になってくる、向こうはヨーグルトの中に入ってたりとか、はい、ああそういうことか。デザートで出てくることも結構多くて、へー、だからその辺はなんか現地の食べ方みたいなのもね、うん、自分も慣れてきたりとかしてたし、だから向こうに慣れたら今度日本に帰ってきたら大変だったよねそうですよね、味覚ってやっぱ変わっちゃうんだよね。俺もちょっと変わりました。変わった変わった。やっぱそこは何、濃くなってんですか？なんだろう、こう例えばお肉一つ取ってみたら、うん、あ、日本のお肉が脂っこく感じて、あ、そういうことですね。お肉の香りっていうより油の香りの方が強い。あ、うん、あのオリーブオイルとかオイルの香りってちょっとあるじゃん、はいはいはい、ああいうのをこう塗ったお肉みたいな感覚、うん、がすごくあったよね、お肉とか。うーん、で野菜とかは逆に日本の野菜は甘みが強いから、うん、うん、すごくデザート食べてるみたいに。そうか、そうそう日本の野菜もね、いっぱいいろいろ野菜あるけど、うん、日本の野菜は本当世界一だなと思うぐらい、うまみっていうかね、その辺の。そうですよね。向こうはもう本当にこう草を食べているような、うん、硬さもあるしね、ハードな、うん、まあそうですね、日本、特に茨城で育った小沢さんにはね、もう茨城は食の宝庫ですからね。ですよね。はい、行方市ではもうさらに行方、鉾田もね、はい、ね、そうよね、素晴らしいですからね。野菜とかね、果物も本当に60種類70種類ぐらいのものを全国にね出してるもんね、うん、そうですよね、うん、まあ今70分ぐらいです、うん、ちょっと流れ変わんないですね、うん、綾瀬と K 入れましたけど、もうちょっと我慢ですかね。そうですね、うん、今のは今のはいいセーブだよね、ポジションですよね、うん、ちょっと逆疲れました、はい、いやそこまででもないかな、はい、うん、センターバックね前にいたから、うん、ちょっと触るかなっていう準備も、ああ、なるほど、その準備なんですね、うん、うん、ちょっとサイドのところでね、やっぱウィングバックを、ね、そう、まあ、相手ウィングバックを置いてるじゃないですか。そうだね。そこをどう掴むかっていうのがね。前半はあそこ2枚でいけてたよね。そう。1枚がかわされても2枚目で寄せれるっていうのは。そこをね、ちょっと、だサイドバックがウィングバックのとこ行っちゃうと、今度その背中を背後を開けちゃうんで、うん、センターバック出されたりとかってあるし、ね、まあ、行かないとそこで起点作られちゃうっていうのもあるし。うーん、おー、オフサイド、オフサイド、危ない、ちょっと若干足が止まってきてる感あるね。ちょっとそんな感じありますよね、うん、全体的にちょっとなんか後手後手でちょっと、うん、トスの方が勢いがありますよね、うん、ここはない、これは、あ、交代入るってことはオフサイドだったんですね、うん、オフサイドで交代、うん、
あとセカンドボールとかに対するリアクションもね遅れてたりもするから。うん、ちょっと重たいですね。うん、うん、カード出ないですねこういうの、うん、普通邪魔したら、ね、本当はね、まずい、助かった、およく残した、今危なかったですね、危なかったね今ね、今横出されたらアウトだったけど、うん、こういうところですよね。セカンドボールの反応がちょっとね。うん。ボール取っても出しどころがないような感じでね。助かった。うん、ちょっと流れ変えたいですね。75分。まあ今2人変えて。まあ中盤。まあボールを持つなら遠藤とかはいますし。うん、ヤスはやってます？ヤス一緒にやってるよ。ですよね。今だからやってる選手って小沢さん誰ですか？遠藤。ヤスだけかな。ショーマはやってない。ショーマはその時ユースだったかな。ユースで練習にちょっと来たことあるかぐらいかな。じゃあもう本当いないんだ。もう今のこのメンバーはヤスだけだね、一緒にプレイしたことあるっていう、うん、そうなんですね。ヤスってどんな感じでした？ヤスはふくらはぎやっぱ太かったそこですね、うん、まずはね、まずはそこですよね。あとやっぱりパンチ力は持ってたもんね。うん、キックも多彩だしね、うん、まあ、あの左足の形はね持ってますよね。そう、そう、でもやっぱり、ね、サテライトとかもあったから。ああ、そっか。サテライトと一緒にプレイしたりとかもしてるし。うん、うん、いやー、ねー、助かった。オフサイドっぽいけどな。ちょっと全体的に本当にアクションが遅いな。うん、あと15分。そうだね。うん。もうトスの方はオフサイドになってもいいからぐらいの勢いで出てきてるもんね。そうですね。トスはもうどんどん裏裏で、うん、背後を狙ってきてるので、ね、うん。それでマイナスのボール入れてダイレクトでシュートってね、これが一つのパターンになってるから。ね、うん、って言ってたらやっぱヤスが出てきましたね。うん、ヤスとピツカが今相馬さんから話聞いてたので、うん、レオかな、レオとシラかな。だから小沢さんからするとこの2人が並んでるっていうのはなんかすごいんじゃないですか。すごいね、相馬さんが、うん、でもなんかあれだね、指導者の経験もたくさんいろんな経験積んできてるから、うん、頼もしく見えるよね。まあ、熊さんもね、ユースで、そうそうそう、やってましたから、結果も残してるしね。うん。うん、まあ、そういう意味では、相馬さんもね、フロンターレと、うん、まあ、ゼルビアが長かったですしね、うん、あ、ケントなんですね。町田は1回離れて、また監督になってってやったもんね。そうですね。うん、ケントとシラ、まあそうでしょうね。まあ、ピッツカは左利きの結構こう展開できる。さばけるよね。うん、選手ですかね。うん、ちょっとダイジェストとか見たときに、サイドチェンジなのだけど、縦パス、うん、ね、効果的なやつ入れる感じだから。あと本人もね、そうそうそう、飛び出してて得点決めたりとかもあるみたいだからね、はい、少しさばきながら
相手のね、こう布陣を少しこうばらつかせたいよね。そうですね。ゼロゼロ。出たかったのにね、前に。うん。ディフェンダー。ちょっとだから、うん、まあそうだな、反応かな。でここで K が食いついていって、うん、ワンちゃんがここ出てっちゃったじゃないですか。ね、そうね。だから再三ここ使われてるんですよね。どうなんですか、キーパー的に。このあーでも遠いな、難しいですね反応は、うん、キーパー的にはちょっと絞り込めてなかったね、今のプレーに関してはニアなのかファーなのかっていう、うん、そうだね、あとは味方のポジションも全てが行ききれずっていうところを考えると、うん、本当になんかちょっとだから足が止まってきてるから、その一歩寄せてた部分とかがちょっとね、うん、出てないですもんね、うんうん、でもこうなった時にね、やっぱり力発揮して、うん、まあ、まだまだ時間は ね、10分ありますから、うん、そうそうそう、でここからどう立て直す、立て直すっていうか、まあもう取りに行かなくちゃいけないと思うので、そうだよね、うん、いかにやれるかですよね、うん、そこをまあ交代もあと1枚か、うん、もうそうですね、もうここから行っちゃっていいと思うんですよね。そうやね。うん。うん、ナイスカット。まあ、ここ、だから、この後ですよね、今日2本目がつながんないのがね、結構。そうそうそう。奪った後の。うん。もあるかな。制限して、ここでもう行っちゃっていいんですよね。ああ、そっち行っちゃったか。うん、まあちょっと相手のその横の幅の使い方のこのあれにね、今日的絞れてないですけど、もうあと10分だからもう行くしかないから。あとベンチは、杉ちゃんか。杉ちゃんと、りょうたか。こういうちょっと後ろも重くなっちゃってる時に、コージなんかボランチでプレイしてて、うん、まあセンターバックなんかもね、プレイしてるけど、はい、ボランチでプレイしてて、ちょっと後ろも重たいなっていう時に、こう自分の中で何かやってたことってある？まあ、この展開で、うん、結構だからあのトスが結構前にこう取り来てるじゃないですか、うんうん、セカンドボールとか含め、うん、で僕結構ねアバウトに背後蹴っちゃったりするんですよ、相手のラインの背後に、うん、でまあ綾瀬とかもいますし、うん、まあ、ああいう時で僕やってた時なんかマルキとかいたし、うん、前の選手それで追ってくれれば陣地をこう返せるじゃないですか、そうだよね、うん、とかっていうのを、まあ、今ちゃんとつなごうとしてるから、うん、どうしてもそこで引っかかって、でまた二次攻撃、うん、三次攻撃っていうことをするんで、はいはいはい、僕は結構状況によってそういうことは、うんうん、だからもうただ陣地変えるだけの、うん、それを真ん中に蹴っちゃうとダメなんで、うん、まあ、サイドのコーナー付近とかに、うん、とかっていうのは結構考えてましたよ、うん、で一回押し返して、そこ、ね、からじゃあ今度こっちがこう、うん、あの何前からプレスかけていくとか、うん、その辺も中の話し合いだと思うんで、はいはいはい、まあ、三尾とかは結構そうやってやろうとかってなるんで、うん、リズム悪い時は大体そうしちゃってました ね、プレイエリアも変わるとやっぱり景色も変わるしね、そう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 、うん、ちょっとラインの位置も変わるしね、うん、単純に蹴るとかって結構、うん、
えってなったり、なんで蹴ってんの、うん、ってなっちゃうんですけど、うんうん、意外とそれも一つで、まあ、それが全てではないと思うんですけど、ってなると、うん、勝手にライン上がるんで、うんうん、今どうしてもちょっと受けちゃってるじゃないですか。そうだよね。そうそうそう、うん、まあ、で受けてブロック作って対応するっていうのも一つなんですけど、今やっぱセカンドボール拾えてないし、ちょっと広げられてるんで、うん、であればっていう、うん、状況でどう戦うか、ね、昔はみんなそれ、そういうのも考えてましたもんね。流れを切るとかね。そう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 、相手の勢いをちょっと落とさせるとか。そうそう、で今、うん、トスの選手なんか全部前に狙いに来てるんですよ。そうだよね、うん、だからもうプレスでこう圧力どんどんかけてきてるから、うん、そういうのも一つだな、ね。やっぱディフェンスって後ろ向きにプレーするの嫌じゃないですか。はいはいはい、何でも。そうだね、うん、よし、セットプレー、こういうところで行きたいですね。そうだね、行きたいね。ここはパックもそんなに大きい選手じゃないので、うん、多分そのあたりにね、うん、入れてしまうと面白いかなと思うんですけどね、うん、キーパー前とか。そうだね、まあ、町田、犬飼、上田っていますから、うん、でパックは結構弾くの多いしね。そうそうそう、キャッチいかないですもんね。そう、あそこのセカンドボールも、ここ1個超えたいんだよな。まあ今84分、残りもう85分になりますが、まあロス、アディショナルタイム合わせて、まだ10分弱はありますからね、うんうん、2つ3つもっとチャンスは作れる。だからこうやって押し込んでこうなっちゃうと、今度押し込めるんですよ、うん、そうだね、前からはめていっちゃえばいいんで、うん、っていうのも裏返す一つのやり方かなと思いますね。うん、相手がプレスに来てるのであれば。そうだよね、うん、前のプレイヤーもプレイしやすくなってくるもんね、だんだん。そう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 、前でプレス高い位置でいくと。そうなんですよ、うん、残り5分信じて取った、うん、ああいいとこ見てますね、ピットか。アイパスいいよね。いいですよね、ああいう、ね、そう、あれが入るとやっぱり急いで飛び出してきて引っ掛けて、ね、うん、あそこを見えてるのが、うん、うん、やっぱ横横じゃやっぱ相手は崩れないですから ね、ああいうボールをさせるのはいいな、うん、だピッツカー、まあ、だから今までの、その今うちにいるメンバーとはちょっと違うタイプなので、うんうん、まあ、三尾とかいれば三尾もああいうとこ結構狙うじゃないですか、うんうん、まあ、僕も結構意識してああいうとこ入れたりしてたけど、うん、最近ね、そうでもなかったので、うん、あそこ入れられるのはいいですね。で、ファール取れれば、キーパー前だな、ディフェンスとキーパーのゴールに向かうボール。うん、いけいけ、うん。やっぱキーパーとしてああいう速いボール入れられた方が嫌なんですか、今みたいにふわっとしたボールの方が嫌なんですか。ふわっとしたボールはやっぱり出やすいボールだから、うんうん、やっぱり低いボールの方が出にくくて。そうですよね、相手がちょっと触っただけでもコース変わるし、あと味方に当たっちゃう可能性もあるから、うん、どっちかって言ったら、まあ、滞空時間長い方がね、行きやすいのはあるけど、まあ、その角度と状況にもよるよね。まあまあそうですよね、うんうんうん、
そうだからトスって結構こうやって背後に簡単に、まあ、後半特に入れてきてるじゃないですか。うんうんうん、だからこれをやりたいんですよね、本来であれば。サイドバックをね、下げさせてるもんね。そう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 。で、そこに圧力かけて、で、セカンドボール拾って、で、攻撃展開してっていう形で。まあ、88分なので。あと5分はありますね。うん。そう、だから綾瀬がいい形でボール触ってないんですよね、本当。綾瀬のところまで行ってないんですよね。そうね。うん。うわ、キック飛ぶな。ん？あれ？オフサイド。どうそう。杉岡入れて長戸前ですかね。を中盤入れて。まあ、相馬さんはもう手を打ったと、感じですかね。あともうね、点を取りに、まあ、杉岡高さもあるので、まあ、セットプレーとかって考えても可能性は広がりますし ね、やっぱ前でやりたいですね。陣地返したいですね。そうだね、うん。もうちょっと深いところまでボール入れ込んでもいいね。そう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 。うん、で人っていうよりも多分スペースに入れちゃった方がいい。そうだね。うん。やっぱ競り合ってセカンドボールってなると結構トスが得意としてる、とこに行っちゃうから、特に真ん中の場合。ですね。さあ90分残り5分、ほらまだありますよ。うん、あるある。まずは一つ。上げちゃって、珍しいな、ミスキックだ。まあ、綾瀬いるからもう入れちゃってもいいんですよね、本当、ね、深いところに。コスタはもうこうやって前から前から来るんで、後ろ向き、いやいやいい形で抜けたけど。ちょっとマイナスでした ね、ヤスが入りすぎて、いいとこ狙ったと思うんですよ。本当だね。多分エドアルドがもうキーパーとそのディフェンスラインのとこ入れてくるっていうのを踏んでたんで、多分裏かいて、でパクイルギも狙ってたんでとは思ったけど、ちょっと入りすぎましたね、ヤスが。そうだね、合わなかったそこが。うん、まだもう一個、あ、もう一回ね、もう今ありますよね、押し込んでれば、ここで時間使いたくないんだよな。ない、まあ前持っていきたいですね。このボール拾える、あ、ちょっと距離遠かったか。
まあでも鳥栖もよく走りますね。走るね、確かに、うん、やっぱ鍛えられてるなっていう感じはするな、うん、まあここしのいでこうね、ボール奪ってもう行っちゃっていいですね、うんうん、うん、さあ1分半まずボール取らないと、うん、時間かけるもんねすごいかけますねやっぱね、うん、カード出しちゃってもいいと思うんですけどね、ここまでかけてると、うん、明らかな感じなので、うん、選手から言ってもいいよね、そういう、うん、だからそうですね、選手もやっぱ昔だったら結構やっぱ要求するじゃないですか、うんうん、ラインズマンとかね、レフリーに対しても結構まあ圧力ではないですけど、やっぱ言ったりするけど、必要っていうかね、うん、は必要ですよね。うん、取った、うん、うん、このこぼれ球、セカンドボール、うん、拾った、うん。いやーちょっと難しかったか、うん、まあ95分ロスタイム、アディショナルタイムの時間は経過してしまいましたけど、うん、もうワンプレーあるかな、うん、まあそうですよね。というん、ことで、いや残念ながら、うん、2対1逆転負けっていう形に、なってしまいましたけども、まあ、小澤さんどうでした、久しぶりに、まあ、鹿島の試合全部見たと思うんですけども、うん、本当に入りのところはね、そういい流れの中で、まあ、後半相手がそれに対して少し勢いつけてきたところ、うんうん、少しこう受け身になっちゃったのかなっていう部分もあるし、まあ、あとは少しこう全体的に重さ後半になってどっとね出てきた部分、うんうん、っていうのは、まあ、また連戦この後もね続く中で、うん、どこをどう修正していくか、うん、まあね、今回の試合に関しては、まあ、これが一つの結果として出てるから、次に必ず生かせれるようにっていうのはね、やっぱりこう思って、うん、ちょっと俺は、ね、ここまでやっぱ練習続いてていい流れがある中でね、そう、何かの力になれればよかったなと思うけど、いやいやいや、全然本当に楽しい話題をねたくさん、いただいたので、そこはありがたかった。どうでした、初めての鹿ライブってことでしたけど。鹿ライブも楽しませてもらった部分と、うん、久しぶりにもっと話せた、久しぶりにこう悔しい思いが込み上げてきた今、率直な、うん、そうですね、だから僕もそうなんですけど、僕まあまあ鹿ライブこうやってやってますけど、うん、やっぱ負けると悔しいですよね。悔しいんだよね、あの、まあ、特どうだろうな、例えば俺なんかは試合に出てたとしても出なかったとしても、ベンチに入んなかったとしても勝ったら嬉しかったし、うん、負ければ悔しかったし、それが今もすごくこれ込み上げてきたのは、うんうん、なんか実際やっぱ90分通してねこうやって見させてもらったり、まあ、一緒の気持ちで戦わせてもらったっていう中で、うん、あ、自分の中にもそういう何か DNA じゃないけどさ、うん、うん、すごくこう入ってるんだなっていうのを感じさせてもらった、うん、かな、うん、そうですね、なんかやっぱり小澤さんやっぱ鹿島で
やっぱプレーして、うん、やっぱそういうところをねすごく、まあ、このチームってやっぱそういうところすごくこだわって大事にしてやってきたじゃないですか。うん、だからやっぱそこは、まあ、引退されても離れても、うん、まあ、そういうところはあるんですよね。うん、多分それは多分僕ら選手だけじゃなくてやっぱりクラブに関わる人もそうだしサポーターもそうだし、うん、多分みんながやっぱそういう気持ちなんだろうなっていうのが、だ今改めてこうやって、うん、思いますよね。うん、まあ、やっぱり選択してくれてるおばさんとかグラウンド整備の人も勝って喜んで負けて悔し涙を流すって、うん、なかなかそういうチームって見たこと俺はないかな。うん、それが入団した92年の頃もそうだったし、復帰した2004年の時も、うんうん、あの同じようなことが起きてるっていうのは、これってやっぱり当たり前じゃないなって思うから、ちょっといろんなものが今込み上げてきたよね。いやでもなんか、まあ、本当に悔しいんですよ試合結果を見るとね、うん、ただなんかそうやって小澤さんに言ってもらえるっていうのはすごく嬉しいというか、いやうん、っていうのはすごくありますよね。やっぱ小澤さんもやっぱ一緒に同じ気持ちでこう戦ってくれてたし、やっぱ同じ気持ちでこうね、やっぱ鹿島に関わったからこそ多分そういうのがあるんだろうなっていうふうに思うとね。ねえ、悔しいな。なのでまたぜひリベンジをシカライブでもぜひぜひね、まだ話し足りないこともたくさんあるでしょうし、いや、まあ、昔の人たちの裏話だなんだっていうのもね、うん、多分小澤さんはいっぱい持ってるはずなので。またね、そういう形でこう、まあ、楽しい場をというか、まあまあやっぱファンサポーターもやっぱそういう今のチームを見てる人もいれば、やっぱ昔のね、うんうん、チームをこう応援、まあ、ずっとこう応援してくださってる人もいるので、まあ、そういう人たち含めてね、こう楽しんでもらえればと思うので、うん、またぜひあのお声掛けしますので、あ、ぜひぜひよろしくお願いします。本当に貴重な機会ありがとうございます。いえいえ、本当に小澤さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、本当に今日はあの残念な結果に終わってしまいました。まあ、相馬監督になってから負けなしだったんですよ ね、うんね、うん、だまあ今日残念ながらそこの記録じゃないけど途切れてしまったけど、これを引きずらない、うん、今はまたね連戦続いていくので、うん、切り替えて、それは僕らも一緒で、うん、やっぱいつか止まるものだと思うので、まあね、うん、だからしっかり切り替えて、また次から、負けないために何ができるかっていうのをこう考えてやっていければなと。なのでファンサポーターの皆さんも、まあ、今日シカライブ楽しんでくださった皆さんもね、また次に向かって共にやっていければいいですね。はい、はい、よろしくお願いします。こちらこそ、はい、小澤さん今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。頑張っていきましょう。